やばいわ。何やったか全然覚えてないわ。今私は皆さんと一緒に初見の気持ちでね、この映像を初見の気持ちで一緒に眺めていこうと思います。よろしくな。あ、これはアクタさんの三連符のなんかリヴァイアさんみたいなジャケットの曲だよね。これは私さ、運指がダメだし階段もダメだけど、確かこの曲に関してはまあ左手と右手さえ合えば割といけるんだ。右と左が合えばいけると当たり前のこと言ってんな。前回の動画では運指派の人のスキル対象を真似してみようみたいな感じで運指曲ばっかりやったけど、まあ見事にできなかったし、できねえよっていう感じの動画だったよね。うん、ただひたすらできない動画だった。それはできねえよの顔にもなるって。ひたすら練習。あ、運指はな、どうなんだろう。私 V の時とかどうだったかな。3ボタンの時どうだったかな。わかんねえな。もうそんな昔のことなんか覚えてないですね。学校の授業からギタードライチョコ。あ、そっか、服装だね。このコスプレよ、セーラーコスプレよ。別にええやろ。そうだね、学校の代わりにゲームセンターに寄ってるっていうことにしてもらおうか。じゃあこの人にはね、ゴリゴリ懐かしすぎる。これは V の初期からあったりするのかな。私さ、どの曲がどのシリーズに入ったかっていうの DDR でもあんまりよく分かってないんで、ギタドラでも分かるわけがないんだよね。でも曲からしてまあ絶対古いんだろうなと思うんだけど、ゴリゴリに関しては昔から全くできた記憶ないんだよね。5ボタンか。5ボタンちょっと凶悪すぎるわ、私にとって。あの階段は、あー、イライラする。できなくてイライラするわ。俺が悪いんだけどさ、できないわ。結局私が瞑想してるポイント何なのかっつうと、昔のスキル対象が今で再現できないっていうところなんだよね。今も昔もどっちにしても運指が苦手なダウンゴリ押しプレイヤーっていうところは変わらないんだけど、なんか知らんけどできる曲がね、ちょっと昔と変わってるんだよ。だから何が違うかってちょっと一回分析してみた方が良いのかもしれません。昔の、あ、スキル対象探したら出てくるかな、出てくるかな。ギタドラになって一作目のスキル対象多分探したら出てくるんで、次あたりちょっとそれをみんなで見てみるかい。今キウイのマスターやってるけど、これって多分前にも動画でやったことある気がするんで、私もみんなもスルーでいいと思いますって言おうとしたんだけど、やってないわ、嘘ついたわ。前動画でやった時はこれベースやってたみたい。この時私マスターギター 9.15 やってんだね。レベル9台って私マジでスキル対象に入ってないんだけどさ、ギター銀ネームでレベル9台1個もスキル対象に入ってなくて、ドラムがさ紫グラなのになぜか9台いっぱい入ってんだよね。やっぱり特攻しか勝たんっていうことかい。あとこれぐらいのスピードだと私やっぱりダウンでやっちゃうんだけど、ダウンでゴリ押すにしてはちょっと長いところはこれとかあるんで無理があるな。きついものがあるよ。これじゃなくてチェリーだっけ、あれぐらいだったら私は全部ダウンでやるんですけど、なんせレベルが低すぎんだよね、あっちは。多分これ達成率めっちゃひどかったと思うよ。覚えてないけど、多分記憶に全く残ってないっていうことはひどかったんだと思います。あら、もう曲終わんない？曲終わるよね。なんか50何パーって見えるんだけど、これマジで言ってる？私のドラムの達成率じゃんこれ。すごいね。私一応銀ネームあるはずなんですけど、レベル9をやるとこんなことになるらしいです。え、やば、どうしよう、あ、どうしようかな、これ。